制限時間付き RPG ジョジョの奇妙な冒険だ。スタンドという超能力を使う主人公とその仲間が戦っていく話だぞ。50日以内に敵を倒さなくてはいけないってのは結構大変だね。バイオリズムによって主人公の精神状態や運勢が変わってくるというのも特徴だが、ちょっとイライラするな。